ヤマハモチーフシリーズ。モチーフとは、ヤマハのシンセサイザーの商品名である。初代機は2001年8月に発売されたプロ用シンセサイザーである。従来、線が細いと言われてきたヤマハの PCM シンセサイザーだったが、モチーフでは16ビット換算84メガバイトのウェイバームを搭載し、分厚い音が出せるようになった。その後モデルチェンジを繰り返し、 2016年5月までの長きにわたりシリーズ展開がなされた。ヤマハシンセ 40th Anniversary の特設サイトによると、マーケットの意見を取り入れ、音が良いこと、簡単に音楽制作ができること、コンピューターインテグレーションをキーイドにして制作されたという。その結果、ヤマハ公式サイトによると、1990年代に発売されたミュージックアークステーションである。 Sy シリーズ EX シリーズより多くのユーザーから支持さ、レコーディングスタジオツアー用のレンタル機材などの分野では1980年代に爆発的な人気を得た DX7 に勝るとも劣らない普及率を獲得しているというミュージックワークステーションの分野で SY シリーズ EX シリーズの後継機種であるだけでなくミディとサンプルを統合し オーディオループのビートを自動的に検出して波形を分割し、それぞれに自然なリリースを付加することでテンポを変更してもサウンドに違和感を出さないインテリジェントなタイムストレッチを可能にしたインタグレイテッドサンプリングキンサー、ISS ハメとする数々の機能が RS7000RM1XSU200 等動車のサンプリングユニットとグルーブギアから移植されており、 それらの後継機種も兼ねている。また、小室哲也カスタマイズモデルも発売されており、1980年代から1990年代に発売され、小室哲也をイメージキャラクターとして採用した EOS シリーズの後継機種としても位置づけられる。その後、2003年1月にはその音源モジュール版のモチーフラック、同年8月にヤマハ、 デジタルシンセサイザー発売20周年、記念モデルとして、モチーフ ES。2004年12月にはその ES の、モジュール版、モチーフラック ES が発売された。2005年には、モチーフ ES の廉価版として、m o 6 m o 8が発売され、初心者にも書きを広げている。2007年には、フラッグシップモデルとして、モチーフ XS、初心者用に、 MM6、2008年6月には、XS のモジュール版、モチーフラック XS が発売された。2010年9月15日には、モチーフ XF が発売された。2014年7月25日には、モチーフ XFWH が発売された。2016年5月2日にモンタージュシリーズが発売され、モチーフ XF は生産を終了した。また、 2018年11月をもって音源モジュール版のモチーフラック XAS も生裁完了となったが、モチーフシリーズの廉価版である MAXF シリーズと MX シリーズも現行機種である。2001年に発売されたモチーフシリーズの初代機。開発コードネームはカンガルー。独特の音を出せるハイブリッドシンセシスを搭載した。 EX5 の後継機として発売された。EX5 に搭載されていた VL 音源や、N、音源は搭載されておらず、プラグインボードで拡張する形式が取られた。p c m 音源だけでは表現できない音色素材があり、また p c m 音源でも本体メモリーに限界があって、もっと多彩で新しい音色素材をミュージシャンに提供するため、この形式が取られた。 担当プロデューサー、武田文庫によると、先行する CS6X、S80 の流れを組み、それらをベースに演奏だけでなく、制作にも使える音を補強するという自然な流れで開発されたという。またシーケンサーも拡張されており、最大記憶音数も EX5 の3万音から11万音にアップしている。テンポを変えてもサンプルがミディと同期するインタグレイテッド。 サンプリングシーケンサーと呼ばれる機能を持った優秀なシーケンサーを搭載しているが、テンキーがないため、キーシリーズに比べて使いづらい。また、作成したミディデータを一曲ずつセーブする方法は、スタンダードミディファイルでないとできず、モチーフ独自形式のフォーマットでは内蔵シーケンサーに、あるすべての曲データを一括してセーブする形式が取られている、ロードは一曲ずつ可能。 三機種とも音源部の使用はすべて同じで、モチーフ6が FS 鍵盤六十一件、モチーフ七が FS 鍵盤七十六件、モチーフ八がバランスドハンマー鍵盤八十八件という風に、鍵盤数、キータッチのみが違いとなっている。坂本隆一は発売前にもかかわらず、TBS テレビの地雷ゼロキャンペーンの特別番組にてゼロランドマインを演奏する際に、 ヤマハ製、ミリグラウンドピアノの上にモチーフ7をセットしてスレーブ、そうしている。モチーフ6、7、8のラック音源版。1ユーラックマウントサイズ。市場調査の結果、10万円前後の音源モジュールの売り上げが高いということから、実製価格を抑えるため、そして PC のソフトサンプラーに対抗するため、シーケンサーサンプラーを省き、1ユーラックサイズを採用したという。 そのためか、全機種とも言える CS6R にはあったヤマハが推奨する次世代ミリ規格のマランスロットは省略されている。モチーフ6、7、8と波形メモリの容量は変わらないが、音色の数やエフェクト数、最大同時発音数が強化されている。モチーフ6、7、8よりも高品位なリバーブを搭載している。モチーフ6、7、8では1パートのみだった。 インサーションエフェクトを最大4パート同時利用可能。実売価格で10万円を切ったため、プロからだけでなく、アマチュアや DTM 制作者からも指示を受けた。PC からのエディットが前提とされている部分もあり、マルチモードの場合、複数のボタンを押して、パートの選択やそのエディットを行うため、MU シリーズより使い勝手が悪いという意見もある。モチーフ6、7、 8のリニューアル版であり、ヤマハのデジタルシンセサイザー発売20周年の記念モデル。最大同時発音数を128、メモリー容量を2倍以上の175メガバイト、エフェクトを最大8パートまでかけられると、モチーフ6、7、8より大幅に機能が強化された。その他カラーリングやノブフェーダーのデザインが変更されたが、基本的な操作については変更はない。 ちなみに、シリーズ名の ES とは、エキスパンデッドシステムの略である。またエクセレントサウンドの意味もかけている。本体にラムを増設すると、付属の CD-ROM に入っているモチーフ6、7、8、そして S90 の発見、音色を取り込むことが可能である。キーボードメガボイスという、様々な双方の音色を、キーナンバーとベロシティ方向にもアサインした音色を、用意し、 アルペジェーターと組み合わせると、生楽器のニュアンスを再現できるようにている。なお、筐体の色は、フェラーリレッドも構想に上がっていたが、幻となった。モチーフ ES の音源モジュール版。一ユーラックマウントサイズ。モチーフラック同様、シーケンサーサンプラーは割愛している。モチーフ ES をベースに、初心者用としてダウンサイジングされたモデル。シーケンサーを内蔵した。 ワークステーションタイプだが、サンプラー、プラグインボードスロットは省略されている。MO6 の重量は 10.4kg であり、持ち運びも考慮されている。MO6 の学校向けとして、プリセット音色のうち128音色を学校向けに差し替えたモデル2007年8月発売。単体の型番は MO6S。ただし単品販売はされず、外部スピーカー、 専用スタンドとセットで販売されていた。パネル表記は日本語となっている。355MB のウェーブローム1 0 2 4プリセットプラス384ユーザーのノーマルボイスと64プリセットプラス32ユーザードラムを装備し、ヴィンテージサウンドをシミュレートする VCM エフェットを新たに採用している。6000以上のパターンを持ち、 パフォーマンスモードでは4機を同時使用可能なアルペジェーター、PC と乱接続可能なイーソネットポート、320-245.7インチカラー、液晶ディスプレイなど多数の新機能を装備したモデル。その代わり従来あったプラグインボードスロットは操作や設定が煩雑であるということ、波形の大容量か元の楽器が持っている特性を表現できる素機能が 追加したことを理由として廃止されており PCM 音源のみとなっている。鍵盤数は従来のモデルと同様61、76、88と用意されている。61、76鍵盤モデルは従来の FS 鍵盤からさらに改良が施された FSX 鍵盤に切り替わった。2007年3月発売。 エクステンションスフォースタインバーグ等をインストールすれば、本体のソングデータを USB 経由でカペースシリーズに読み込むことができる。モチーフ XS の音源モジュール版。一ユラックマウントサイズ。モチーフラックや、モチーフラック ES 同様、シーケンサーサンプラーは割愛している。モチーフシリーズから移植した70メガバイトのウェーブロムを装備。 8トラックプラス8パターンの CE 検査213タイプのアルペジェーターを内蔵。幅広いジャンルのパターンがプリセットで168入っている。モチーフの初心者などに向けた廉価版モデルになり、MM6 は6万円前後の価格帯でのワークステーションとなる。2007年1月発売。741メガバイトのウェーブロムを装備。 外見構造は前モデルのモチーフ XS とほぼ変わらないが、それまでのモチーフシリーズと異なり、筐体の色がブラックを基調としたものとなった。ヤマハによると、今までのノウハウを集約したモチーフシリーズの集大成とも言うべきモデル。オプションのフラッシュメモリーエクスパンションモジュール、FL512M、KL1024M によって、最大 2GB のコンテンツ拡張することができる。 最大記録音数は約13万音と他社のフラッグシップ機と比べるとシーケンサーの容量は控えめである。それはこの機種に付属されているカペースなどの同ソフトとの連携で運用することが利用されているためである。モチーフ XS より音の出力部のアナログ回路をブラッシュアップし音のスピード感や音圧を増すようにしている。また、 クラビネットトーキーボーディスト用の手引き系音色を強化している。ヤマハシンセサイザー発売40周年を記念したモデル。前述のモチーフ XF の筐体の色を白色に改めている。機能は前述のモチーフ XF と同一。モンタージュの登場により、事実上、モチーフシリーズのラストモデルとなった。ヤマハシンセサイザー40周年記念モデルとして、 企画された経緯により、発売当初は、ヤマハの歴代新世の波形を収めた 512MB フラッシュメモリがキャンペーンとして提供された。完全受注生産。a b e x が企画して販売するモチーフ XF6WH の小室哲也カスタマイズモデル。サイドのオリジナルカラーレッドに加え、サイミリプレート付けで、カバーには TM ネットワークのツアータトル。 クイット30が施され、1台1台に小室本人がサインを書いている。TM ネットワーク楽曲の音色が再現され、このモデルのためだけに作られたサンプル音源も装備している。ミュー、モショップ、または TM ネットワークのコンサートツアー会場で申し込むことができた販売完了。MO6、MO8 の後継として、モチーフ XS をベースに軽量化と低価格化が、 されたモデル。MOX6 の重量は 7.0kg。MOX8 の重量は 14.8kg であり前、モデル比で約30%の軽量化を実現している。2011年5月16日発売。モチーフシリーズ直径の音色を搭載し、打ち込み機能と本体のみによる音色作成機能をオミットした上で、運搬面や銅との連携を重視して設計された。 レン入門モデル。49件モデルの MX49 は、重量が 3.8kg。61件モデルの MX61 は 4.8kg であり、エレキギター並みの軽量化を実現している。2012年11月29日発売。デザインを任意に変更できる MX カスタマイズパネルも別途リリースされた。本体のみでは、 オリジナル音色を作成できないため、シンセサイザーというよりは、プリセットキーボードである。サードパーティー製のライブラリアンソフトウェアを購入すると、PC 上でイニシャルボイスからの音色の作成を行える。ユーザー音色エリアは100音色である。MOX6、MOX8 の後継として、モチーフ XF をベースに軽量化、低価格化、一部機能の追加がされたモデル。 マックスフ6、マックスフ8の重量は、それぞれ 7.1kg、14.9kg と、前、モデルとさほど変わらない。にもかかわらず、インサーションエフェクトが前、モデルよりずっと多くのパートに、かけられる、最大同時発音数が倍になるなど、かなりの機能改善がある。心臓部となる音源、エフェクター部に関し、 MO シリーズ及び MOX シリーズがそれぞれベースとなったモチーフ ES、モチーフ XS に比べ同時発音数やインサーションエフェクト奇数が半分以下にされ、かなり差別化されていたのに対し、MAXF シリーズは特に差別化されることもなく、ベースとなったモチーフ XF と同じスペックが与えられている。 またシーケンサーのステップ入力機能も搭載されており、キーボードの演奏が増えてなユーザーにも配慮されている。なおモチーフ XF 用に発売されたフラッシュロムモジュールも搭載することが可能だが、できるのはヤマハ及びサードパーティ各社から提供される MAXF、m o t i f x f 用のコンテンツを取り込むことのみで、モチーフ XF で可能だったユーザーによるサンプリングは一切できない。 2013年11月20日発売。MX49BK、MX49BU、MX49WH、MX61BK、MX61BU、MX61WH は、上記 MX49、MX61 のリニューアルモデル。MX49BK、BU と MX61BK。 BU は2016年9月1日発売。MX49WH と MX61WH は2016年12月1日発売。従来モデルとの違いは iPhone、iPad との連携を強化し、USB クラスコンライアントに対応しており、iPhone、iPad と Lightning、USB カメラアダプタを介して USB 接続することで iPhone、 iPad の音声を MX シリーズ本体から出力可能した点。無料の FM 音源アプリケーション、FMS センシャルや、スタインバーグ社の iPad 用アプリケーション、Cubasis LEE はそれぞれ単体では機能制限があるが、これらを接続することで制限が解除され、フル機能バージョンとして使えるようになり、FM 音源を拡張音源として使用したり、iPad で 音楽制作を行うことが可能となる点。従来モデルでは別売りであった専用ソフトケースが付属品としてセットになっている点。ディスプレイの視認性を向上させた点。カラーバリエーションを増やした点。MX49BK、MX61BK はステージ上での視認性を高めるブラックモデルであり。MX49BU。 MX61BU はアクティブさを強くアピールするブルーモデル。MX49WH、MX61WH MX は限定発売のステージ上でも華やかな印象を放つことができるホワイトモデル。MX88 は2017年5月1日発売。鍵盤には低音部では重く高音部にかけて段階的に軽い引き。 答えになるというアコースティックピアノ特有のタッチ感を再現しつつ軽量化も実現したグレードマース,スタンダード GHS 鍵盤を採用しておりピアノらしいタッチ感と表現力多彩な高品位音源を兼ね備えているポップスからシックなアコースティックステージまであらゆるシーンに溶け込むモノトーン調カラーリングを施しキャスター付きソフトケースに収納することで88件モデルで ありながら、抜群の取り回しやすさを実現している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。